で美顔取るの？自分美顔ない方がいい。これ治った？そうか。うん。お風呂入ってきた。オッケー。おか。よいしょ。はい、こんばんは。どうも。今お風呂行ってきました。暗いかも。ああ、暗くないか。これですね、ちょっとせっかくの旅行なんで、ちょっとアンチの人はね、すぐブロック入れちゃうんで気をつけてください。今からあのスナック行きたいと思います。でスナックの前にあのコインランドリー、コインランドリーに行きます。コインランドリーに行ってスナック行きます。はい、で見てる人もあの不快じゃないように。で通常枠やらなくても僕がちょっと仕切ればできるんでね。はい、ラブラブはしませんが普通にします。でまゆちゃん気をつけてね。うん、またポロリしたらえらいことになっちゃうよ。大丈夫。うん、あれないようにしてほしい。任せてください。ちょっと僕が仕切るんで。さすがゼロワン。気をつけてね、すぐ入れちゃうからね。でもあのいじるぐらいはいいですよ。うん、でもちょっとしつこい人はやめてね、本当に。というか、ということで旅館、あ、ありがとう、ピーちゃん、ありがとうね。ありがとう。スナックで歌待ってます。足立区の歌姫、行きましょうか。足立区のラッパーと、うん、いや、温泉気持ちいいよ。うん、たまる、代謝が良くなる、うん、すごい汗だく、汗が吹き出ちゃう。襟曲がってるよ。海めっちゃ面白かった。楽しかったね、海。うん、でこれね、襟っていうか、あ、あ、ほんとだ、死んだら何、襟が巻き込んだ。旅行楽しんでね。あ、あれからやらせた花火、すいません、助かります。家賃10万円払ったんで助かります。アイテムがすごく助かります。でナイスもね、助かります。電波が悪い？セナ様マジで言ってる？電波悪い？電波いいはずだけど。悪くないけど、ちょっとセナ様、ちょっと自分ちょっとあれしてみて。うん、みんな大丈夫らしいから。なんでこんな、うん、ここだけか、ここだけつか、セナ様が悪いんだと思うよ。他のリスナー大丈夫だから。うん、じゃあ準備して行こうよ。うん、もうしたい。うん、いや、前に家賃払ってもらったよ。うん、ほら、全然荒れないけど。すごい。大丈夫？うん。で、やって。わかった。ありがとう。うん、黒乳出すね。これアウト？これは、まあ、セーフかな。セーフ？うん。うん、かわいい。あ、ありがとうございます。あ、ありがとう。さっきも花火くれたよ。あ、ありがとうございます。かわいい。で、美顔ない方がいいよ。今ないんだけど、うん、これ今美顔つけるけど、美顔つけると本当に違和感あるよ。え、だってみんなブスブス言うから。いや、そうやって言ってるだけだよ。これどう、みんな違和感あるよね、こっちの方が。なんか眉もこっちの方がいいよね。眉変わんないよ、全く。本当？うん、で俺自分の顔が嫌だもん。なんかこっちの方がなんか男らしくていいわ、俺も。うん、
ない方が変わんない、全く変わんなかったよ、君。本当？じゃあもう一回やってみて。全く、そこで動いて、全く変わんないって。変わんないじゃん。結構変わるけどね。いやいや、この色を白くしておかしいじゃん、こんなの。違和感あるよ、こんな肌きれいに。おかしいやん。これでいいって。そっか。ない方がいいよ。あの、使うまでの。てか、01の方が変わるね。あの、あ、ポンちゃん、ありがとうございます。使わなきゃいけないレベルじゃないから。大丈夫だよ。なんでだろう、01が変わる、めちゃくちゃ。ポンちゃん、ありがとうね。なんでだろう、身がいらない、なんか変な。ゼロワンがやるとめちゃくちゃ違和感。いや、お前も違和感あるから、いらないよ。そっか、うん、そのままでいいよ。分かった。逆に親しみ湧くし。で、女配信者って 100% つけてるから、つけないっていう部分で、うん、すごくない？眉はつけてないっていう部分を押した方がいいと思う。あ、そういうことか。そうそう、あの、つけてないやついないから、うん、100% つけてるから。そっか、うん、本当だよ。じゃあ眉は美顔なしでやっていくか、うん、そうそう、美顔なしを。いや、眉もともと美顔なしだったんだけど、うん、なしでいいよ。ゼロワンと復縁してからめちゃくちゃブスって叩かれて、最近美顔ちょっとやるようになったんだって。ブスじゃないのにブスって叩いてるんだよ、うん、それ一時聞かなくていいよ。だからブスなのかなって思って、やばいね、ボーダーじゃん。言われたらそう思っちゃうとやばいよ、これ。どかと見たらブスではないじゃん、うん、むしろ可愛い方でしょ、客観的に見ても、うん、まあいいわ、うん、落ち込むなよ。じゃあ、もう変な人もブロックした方がいいよ。うん、もう運もすんもなく、もうブロックしちゃいいんだよ、もう配信見せないようにしたら。そしたら次来たらされないように気をつけるでしょ。入れないよ、こしつこいやつ。どん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 出ってけ出ってけ。50人ぐらい入れたって問題ないから。ああ、うん、どうせログアウトしてコメントせずに見てるんだから。なるほど、ね、閲覧も変わんないよ、うん、あ、ぽんちゃん、ありがとうございます。157、次出てきたらね。あ、次出てきたら、うん、ちゃんとした方がいいよ。そんなんで気にして、自分があれじゃん。じゃあ歩いて何、コインランドリー行くの？つまんなくなるけどねって、アンチコメントが流れてて面白いって感じるのが間違ってるんだよ、そもそも、うん、あなたに迷惑かけてるって話。かけてないでしょ、うん、面白い、あの、楽しみ方間違ってるからね、それ。はっきり言って。でもね、ファンチのコメントは好きなの、笑えるから。いや、ちゃんとやりね、できるんだから。じゃあで、ナイスにも影響を受けるよ。まあ、それあるよね。うん、コメントが荒れてるとナイスが増えないよ。うん、覚えた方がいいよ、うん、いや、前が今配信前にもうちょっと疲れちゃったとかって言うから、うん、ちょっと俺がしてるんだよ。そう、うん、最近ちょっとね、ディスがひどすぎちゃって、うん、でもそれは自分の責任だよ。そう、自分の責任なんだけど、あの、回し方一つで変わるから覚えた方がいいよ、できるように、うん、深夜庁と同じで、それ自分の楽しみ方じゃん、うん、あ、どうしようかな。乾燥機回して、うん、行こっか、うん、歩いて。大原と一緒にしないで。え、通常でも今いい感じ。ゼロワン通常にしてよって言うんだったらアカウント出してくださいよ、131号さん、うん、説得力ないよ、たぬきさんが通常にしてよって言ってもね。違う？ナイス、ありがとうございます。たぬき使ってるんだから今。そうでしょ、161号も、うん、通常にしてよってやつは通常にしたらコメントしないんでしょ。今タヌキで通常にしてよとか言ってるんだから、ずれてるみたいな、リスナー言ってるのも、ね、うん、大丈夫。あ、じゃあ、うん、行くかい。まだ吸うの、タバコ。いいよ。いや、いいよ、行ってね。
マジで雰囲気作り大事だよ。ガチアンチなんて少しなんだから、それブロックしちゃえば普通にタヌキでも楽しくやれるんだよ。他の配信者見てみな、うん、みんなそうだから、うん、通常の時前ニコニコしてた、うん、そうだね。ブロックっていうのを覚えないと。でもね、言ってるんだけどね、あのブロックしますよ今からって言ってもめちゃくちゃ叩く、めちゃくちゃパクン。いや、そんな脅しじゃ意味ないよ、しないと。いや、してるんだけど、うん、でまた、いや、するブロックの対象が間違ってるんだよ。俺は記憶力がいいから、うん、何号がずっと粘着してるなっていうの分かってしてるんだよ俺はね、うん、で、眉は単発単発でしてるでしょ。そうだよ、だずれてるんだよそれは、うん、俺は3個目、4個目ぐらい見て、俺は号数覚えてやってるから。すごいね、うん、俺はそれができるんだよ。だ1回2回は俺別に即ブロックしないよ、うん、今俺が喋って威嚇してるからそんな荒れないんだよ。前がまた一人でやりだしたら荒れ始めるんだ。そうだね、うん、じゃあ行こっか。こういうのもすぐしたらいいんだよ、つまらない配信じゃあ見なきゃいいでしょ。あ、確かに、うん、すぐ入れたらいいんだよこういうのは。うん、違う、そうだね、うん、読んでるふりして読んでないんで、スナック行きますよ、うん、でこういうコメント読まなきゃ、スナック行こうとか、ね、あ、行こっかとか、うん、アンチコメントばっか読んでるから内容が、あの枠の内容がそのアンチコメントの内容になるんだよ、うんうん、そういうのは黙ってブロック入れながら普通のコメントを拾いながら会話を組み立てていくの。分かった。そしたら普通の会話がいっぱい来るでしょ。分かった、うん、みんなスナック行きたいとかって質問投げかけながら行きたいとか言ってくれたら、すごい通常枠みたいな、そういう話題、優しくなってきた、そういう話題になるでしょ、うん、アンチコメントは話を広げちゃダメだよ。分かった。基本的にコインランドリーすぐブロックしちゃえばいいんだから、うん、大したことないんだから。マリーは弱いから弱みにつけ込まれてるの、うん、分かる。分かった。俺を潰すには前を潰した方がいいんだよアンチは、うん、分かる、うん、俺のアンチもマユを潰そうとするでしょ。そうだね。だからマユは自分のアンチと俺のアンチも一気に引き受けるからパンクしちゃうんだよ。そうか、わかる、うん、それ大変だけど理解すれば大したことないから、うん、よいしょ。それを身につけないと、うん、間にもコメント見とくの、はい、うん、目をそらさない画面から、バイバイバイ、よいしょ。いや前今気にしてなさそうって言うけど、うん、気になっちゃってるんで、で聞いちゃってたから今。そうだよ、配信で疲れたなって、チケリケってとかやってるからね。これでいいかな、疲れるっす、うん、これそんなのいいわけないでしょ。こんな室内用のスリッパで外行ったら荒れるだろう。え、これで行っていいですかってこの前行けたから。いいですかって言ったって非常識って言われるの。じゃあ行こう。じゃあ行こうだね。お前鍵閉める準備したの。鍵、そう、家の鍵も閉めなかったんでしょ。眉、上から覗きながらコメント常に見とけ。いや、なんかちょっと下手してさ、なんか見えちゃったらどうしよう。ちょっと隙間開けて、うん、こういう時チャンスだと思ってやられるぞ。ああ、分かった、うん、あ、ここだったらどうかな。意識が甘い、自業自得だ、アンチが増えるのも。今やられてた？マジか、うん、好きに狙われる。じゃあ今日はマユがブロック、今日はブロック配信だね、企画。ブロック配信っていうブロックが上達できるような企画配信、フューチャリングスナック。荒れていい時と悪い時ってあって、荒れてても自分が楽しければいいんだよ。グロいの見せないで。これは、まあ、ブロックしとこうかな。厳しい、もう難しい。
なんかさ、あんま気にしてないじゃん。でもこういうのスルーするとどんどん増えてきちゃってさ。違うよ。じゃあ教えてあげようか。する人と しない人。ね。あのアンチっていうのは人間的な否定をしてくるわけ。あ、やべえ、間違えた。マユ、聞いてる人が、ね、聞いてるのに。うん、そして。マユを人として否定してくる人。うん。うん。マユいらないとかね。うん。ゼロワンだけでいいとか、うん、そういう人をした方がいいんだよ、うん、人間的に否定する人ね、うん、分かってる、分かる分かる、うん、人間否定ね。コメントを見てないじゃん。歩きながらずっと見るみたいな。分かった。見ながら考える。分かった。聞いちゃうんだから、ね、いやでも今見てる見てる。聞かないんだったらいいんだけど、聞いちゃうぐらいならちゃんとした方がいい、うん、そういうのも蓄積するよ、うんうん、てか思ったんだけどさ、まあいいや。いや今読んでるよちゃんと。今は平気。アンチはコメントするに潜ってたらじゃん。人間的な否定しない。グロいのちょうだい。あ、これはどう？ゼロは厳しい？グロいのちょうだい。これは、うん、アンチじゃん。確かに。こんなのしたらダメだよ。そんなで。わ、楽しそう。花火してる。こういうのは映せないから、さりげなくこうさりげなく映すんだよ。今終わっちゃったけど、終わっちゃったね、うん、歩きながらアングルを変えてさりげなくやらないと、うん、危ね危ね。外髪にしたらダメだ。見えちゃうか。さりげなく自然に自然にやらなきゃ。だからあなたの腕が自然に、あなたのじゃあマリそれがっつりやってるじゃん。人の花火だから歩きながら自然にやらなきゃ。こっち行くんやで。こっちやで。え、コインランドリーでしょ。まあ、トラック来たよ。でも眉いいと思う、晴れても。なんだってば。まあええわもう。なんで。もうこんなずっと胸映してても知らないのもう。諦めてもいいよ、背景として。いや、あそこが見えちゃう、せめて。行っちゃうやん、これ。これを三脚もこうやって持ったら、ちょっとここまで落として、うん、あ、なんかおかしくなってた、ね、映像が。うん？おいおい、何言ってんの。なんかおかしくなってた。三脚の使い方よ。やべ、なんかおかしくなってたぞ。おい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 。何してんだ。一回取りや取って、これこれでつけんや。ブッサイクな無色ゴミども。これはどう？ブロックね。これはブロックなの？聞いちゃダメな。サイレントブロックしないと。分かった分かった。それが煽りになるんだ。いやそれはブロックじゃないとか。それはこれ分かるでしょ、それぐらい、うん、それぐらい分かるんだよ。でこういうやり取りで俺がうるさい、俺のコメントはブロックしなくていいよ。わかる？自分を守れよ。分かった。うん、俺を守る必要ないから。俺も守ってっていいよ。守らんでいいよ、とりあえずは、うん、こうやってやれ。持ちやすいやろ。あ、ほんとだ、持ちやすい。あ、いい感じ。でちゃんと近場にもね、スナックは あるんだけど、ちょっと先に今日の海でベトベトの服を乾燥機回してきます。ブロック配信つまんない。え、でもほら、荒れすぎちゃってもおかしな配信になっちゃうから。誰にも応援されない。大して入れてないよ、うん。まゆちゃん末っ子って聞いてなるほどって思った？コメント固まってます。
固まってる？この携帯持ってきた？もう入ってると思うよ。で、リスナーさんの悪口もブロック。あ、間違えて。この携帯入ってなくない？間違えて延長しちゃった。延長。持ってきてないの携帯。全部あんたが持っとるやん。いやーすごい、誠司さんもナイス、強いからね。男の人やっぱ強いよね。やっぱ女はね、これマユには負けられないっていうプライドあるでしょ、男なんだから。そうそう、ああそうか、当たり前じゃん。俺に負けるのとマユに負けるのわけが違うでしょ。それはマユに負けたくないでしょ、うん、だからいちいち名前出すんだよ、マユに負けてるとか。じゃあ名前出さないでしょ。ツイキャス NG 解除してくださいって。負けないでほしい。あれ、こっちで合ってる？眉だけなら勝てない？そりゃね、そりゃそうですよ。ゼロワンがいても今勝てないよ。内心バカにしてるんだよ、俺のこと。え？内心バカにしてるから俺の名前を出すんだよね。誰が？眉は出さない方がいいよ、男配信。女配信者の名前出した方がいいよ。男と女って違うからね。俺が名前出すのと前が名前出すのと違うじゃん。まあそうだね、お前が、うん、お前が言うなってなっちゃうでしょ。それ気をつけた方がいいよ、前、うん、あ難しいなこれ。バカにしてるよ。今分かってるから、その時はまあ俺は自分の配信でやるから、うん、マユは男にあんま関わってこない方がいい。そうだね。でもいろいろ言われるけどね、うんうん、大事なのは言われるじゃん。でもマユは一切言わない方が、うん、そっちの方が良くない？見え方が。そうだね、うん、じゃあもう全部養分とか政治に名前出されても、うん、マユは一貫して、うん、名前出さない方が強いよ、うん、結構遠いなこれ、うん、言わしときゃいいよ。ライバルはモンちゃん。モンちゃん、あの女性で初めてナイス、あの総合1位取った女性配信者らしいから。マユってヘイト向けやすいからよく名前出すのどういうの。そうだね、言い返してもお前が言うなってなっちゃうしね。もんちゃんは面白いと思うよ。面白いし、おしゃべりがうまい人じゃない？トークがうまい。で、長時間できるところが強いよね。まあ、長時間できないからな、疲れちゃって。でもバファリンって人の名前出すっていうか、自分の配信で頑張ってるからないやつも多いでしょ、うん、自分の配信が大してないやつほど人の名前ばかり。上から目線ってなっちゃうんだ。じゃあもう誰の話もしちゃいけないかも、女でも。ああいうのが強いよ、バーリーみたいなね、うん。今日はちょっとここ行ってみたみたいなね、マイペースにやる方が強い、ね、うん、あれ？ここになんだけど、ちょっとマップいい？ん？マップ行き過ぎてるかも。ミリコ、昨日の水気2度目の番、マジで言ってる？マジで言ってる？それ何してんのミーコちゃん。
これリスナーさん知ってるか分かんないけど、ミーコって5年前ってもともと彼氏とあのエロ配信してたんだよ。多分知ってる人は知ってるんじゃない。確か名前違ったんだけど、もともとそうだよ。だから画像とか出てくるよ。こっちか。なんでそれ知ってんの逆に。ゼロはだって俺知り合った時にいっぱい写真送られてきたの。あ、そう、うん、なんか昔に付き合ってた人が、うん、ミーコの服をめくっておっぱい出したりとか、うん、なんかパンツをまさぐってたり。で、そのカップル配信 FC2 的な、カップル配信というかプライベート、まあ同棲してたかなんかで。へー、水着はバンになるんだっていうか、人によってはバンにならないから通報数でバンになっちゃう。そうだな。川上ちゃんとかね、水着配信してるけど何もなってないから。あ、377号ブロックした。377号、やばいね。はい、306号もね。はい、大体分かるしね、これ砂を見てると分かるんだよ、何号がずっとしつこいとかね。まえちゃんはまあ、俺職人だよ。そんだけ配信好きだから、それは好きなものはやっぱ極めようと思うじゃん。男って結構そういうとこあるよ。ゲームハマってもとことんやったりとか。いいね、あの配信が趣味って。女の子ってなんかハマったもの極めるとかある？前ある、なんかこれだけは負けないみたいな。まあ、あんまハマんない。あ、でも整形とか美容とか好き。あ、美容オタクかも。うん、でそういうの調べるの大好き。あ、この手術はこのシミとかほくろとかにすごい良くてとか、そういうの。ポケモンとかもマジで使ってるやつね。ゲームはそんなだからないかな。合ってるかな。コインランドリーの名前忘れてます。これ合ってる？ん？なんか暗闇に来たんだけど。これっぽいよね。美容とかあと料理とかも好きだし、なんかゲームってだってさ、あの、ありがとう、ありがとうございます。だってゲームにどんだけ金を課金したところで、ありがとうね、あのすごい時間の無駄じゃんって思っちゃう。これは大人になってやっと気づいた。あれ、今このゲームにハマったところでマジで意味なくねって。何のプラスにもならない。だけど例えばじゃあ映画とかアニメとか見るんだったら、なんかその話のネタにもなるし、まあそれはいいんだよ、映画とかたくさん見るのは。ときメモ、あ、でもときメモは、ときメモと龍が如くは、まあ、やってよかったかな。中学生の頃に龍が如くや始めて、で私あのもう 18でキャバ嬢始めた時に歌舞伎町右も左も分かんないと思ったけど、龍が如くで取得したあの歌舞伎町のあの神室町のマップのおかげで、あ、ここのあの事務所あそこだなとかさ、あ、ここのホストクラブはここで、あれもゲームやってなかったらもうずっと迷子だったと思う。ね、それなんて押したでって。ありがとう400号さん。でときメモもやっぱいろんな女も落としてきたし、男もね。でみんな木の下に呼んで、もう全員あのアンチなんかおらんやないって、ほら、うん、ありがとうございます。これぐらい変わるんだぞ、毎日。あ、あった、聞いてる、うん、10人ブロック入れるだけで全然変わるんだよ。はい、あと威嚇ね。威嚇するね、じゃあやった方がいいんちゃうか、もうそろそろ。全員閉めたよ、先生も、あと弟も落とした、あと校長先生もね、もう徹底的に。裸やないか。やばいね、こんばんは、うん、ちょっと裸の人いるから、ちょっとあれして、俺